はい、ただいま録画を開始させていただきました。本日はこのシリーズのオンラインセミナー、日本語教育とソーシャルメディアにご参加くださいましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、そうですね、タイトルはなぜ、で本日は第1回目で、なぜソーシャルメディアなのか、それとソーシャルメディアとは何かということについて最初に僕がちょっとお話をさせていただいた後で、グループディスカッションなどもさせていただければと思っております。はい、最初にですね、僕のはい、最初に僕の自己紹介はもうスラックの方に書いてありますが、ソーシャルメディアと関わっているところをちょっとご紹介させていただきます。ですね、これは実はインターネットが始まる前にパソコン通信というものがありまして、はい、そこでですね、ニフティサーブというので、日本語フォーラムというものに入っておりました。それが日本語教育の、多分ですね、一番、日本語教師のグローバルな電子的なネットワークとしては多分、一番最初のものだったんじゃないかと思っています。はい。あとブログではですね、ムラログ日本語教師の仕事術というのを書いておりまして、あとツイッターでは、日本語教師チャットと日本語教師ブッククラブというのを主催しております。日本語教師チャットは毎月第4土曜日ですね、カナダだと第4土曜日の朝、日本だと第4土曜日の夜ですけど、1時間だけみんなが集まって、意見交換をするイベントです。多い時は100人ぐらい、入ってきますね。少なくても、少ない時でも最近は50人とかいます。はい、日本教育教師ブッククラブというのは、それとは逆にですね、1ヶ月かけてゆっくり1冊の本について、ディスカッションしましょうという、そういう企画ですね。はい、皆さんもぜひご参加いただければと思います。ちなみに今日本語教師ブッククラブの方は、ちょうどですね、すいません、来月の本を選ぶ、プロセスが開始しているところです。はい、でソーシャルメディアなどに関するところでは、こういう、冒険家メソッドという本も書いていますね。で、ここにですね、もう学校も先生もいらないっていう書いてあるんですけど、ここは一応クエスチョンマークがありますので、もういらないですよと言ってるわけではないです。まあでもいらない先生もはっきり言っていると思うんですけど、まあそれもですね、今日後半でじゃあどんな先生がいらないのか、どんな先生がいるのかというようなことも今日後半で皆さんのご意見を伺えればと思っております。はい、はい、で本日の予定は最初に15分間で、僕の方からプレゼンをさせていただいて、その後グループディスカッション、これはですね、もう一般的なソーシャルメディアの、種類、例えば動画共有サイトとか写真共有サイトとか、そういうので名前を挙げていただくという、もう単純なグループディスカッション10分ぐらいで、その、結果の共有があって、で、後半はですね、さっきちょっと申し上げましたように、その教育機関とソーシャルメディアっていうのが、どんどん大その代わりになるようなところもかなりあるんですよね。で、実際ソーシャルメディアだけで日本語を習得してしまう人もかなりもう今いらっしゃるので、共存するためにはどういうふうに役割分担をすればいいのかということを後半で、話し合えればと思っています。で、それも5分間で結果の共有して、最後の10分間で質疑応答とさせていただきます。ただしですね、今回はこれで終わりではなくて、スラックでこの後も意見交換できますので、もし時間が足りなくなってきたら質疑応答はちょっと犠牲にしてしまうかもしれません。すみません。でもその代わりスラックでもちゃんと質疑応答させていただければと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、ではですね、早速ですが、なぜソーシャルメディアなのかということを、いくつか僕の、お考えを、ちょっと待ってくださいね。はい。すみません、今、スラックに入れる、スラック開ける方、ですね、ちょっと一人、はい、参加できないという人がいらっしゃるので、ちょっと待ってくださいね。自己紹介のところで、自己紹介のチャンネルで、この、Zoom の、URL を、ペーストしていただけますか？もうあれですね、ちょっと待ってくださいね。ジェネラルのところに、この Zoom の、
URL があるので。じゃあ私やります。すいません、助かります。はい、ありがとうございます。すいません。はい。自己紹介のところでお願いします。すいません。はい。はい。ですね。はい。じゃあ、なぜソーシャルメディアなのかということをちょっと、ご紹介、僕の意見をいくつか、ご紹介させていただきたいと思います。はい。ですね。まあ、これはですね、すいません。ちょっと古い資料しかなくて、ただ、もうちゃんと論文の形式で、一応相互にレビューされているタイプの論文の形式で、ちょっと新しいのが見つからなかったので、すいません。古い資料なんですけど、2016年、つまり3年前ですよね。3年前で、しかもこんなに上昇中なんですね、これはどういうものかというと、ほとんど毎日ソーシャルメディアを使うアメリカの高校3年生の割合です。で、3年前でももう平均的には 80% を超えていて、女子に関して言うと、この一番上の線は女子なんですけど、もう 88% とかそのぐらいありますよね。で、これが3年前ですから、もう今は、もう ほとんど全員が使っているというふうに思ってもいいんじゃないかと思います。はい。で、1日あたり、じゃあその皆さんがですね、どのぐらい使っているかというと、まあ、これも中心がこの辺だとしたら、まあ、大体2時間以上ですよ、ね、2.2 時間とか。そのぐらいを、毎日使っていると。で、しかもこれも2016年、3年前の資料です。で、しかもこんなふうにちょうど、急激に上昇しているところなんですね。ですので、今ではもしかしたら3時間とか皆さん使っているかもしれません。はい、でその他にも実はいろんな、理由があります。で例えば、まあ、実際にですね、もうソーシャルメディアを使うと成績が上がるっていう、研究もたくさんあります。あと、それで実際に話せるようになるという、そういう人もですね。まあ、僕はその、冒険家インタビューというのが YouTube で、そういう再生リストを公開していますけど、はい。実際にそういう人もいらっしゃいますね。で、それから、第二言語習得ではですね、この大量の理解できるインプットっていうのがよく必要だと言われていますけど、これも本当にまさにソーシャルメディアが、まあ、特にコンテンツ、を楽しむタイプの人にはこれは非常に、ソーシャルメディアの使い方として役に立つ方法です。実際にその今僕たちがこうやってやり取りをしているようにですね、アウトプットややり取りにも使えますし、学習者の安全を確保することもできます。はい。それから最後に教師の成長に使うこともできます。で、こういうことはですね、実は来月からのこの、日本語教育とソーシャルメディアのシリーズの実は内容になっていまして、最初の1番と2番が10月に、お話をさせていただきます。3番が11月、4番のアウトプットややり取りが12月、5番の学習者の安全に関するのが来年の1月、そして、教師の成長にソーシャルメディアを使うということは、来年の2月にこの同じ企画でそのまま皆さんとお話をさせていただければと思っております。はい。それではですね、ここからが、すみません、ちょっと、ソーシャルメディアとは何かということなんですけど、これはですね、実はもういろんな定義があって、これだけが唯一の正しい定義だというものはなかなかないと思います。で、まあ、ここでは、まあ、やっぱり話のですね、叩き台といいますか、やっぱり一応定義しないと話が進まないので、私の個人的な感覚で、以下の5つのものを条件として入れさせていただきました。で、1つはソーシャルなので、まあ、やっぱり社交のために使えるメディアということですね。で、2番目がその個人で参加できると。以前のインターネットっていうのは、本当に企業とかですね、行政機関が主に使っていた、情報発信のために使っていたんですが、まあ、2006年のその、Web2.0 のですね、時代からは個人もだいぶできるようになっています。はい。で、3番目が電子的。これが例えばですね、文通とかそういうアナログな方法でもできるんですが、
まあ、やはりそこはですね、ちょっとここでは除外して、一応電子的な、デジタルなものとさせていただければと思います。はい。あともう一つはその、例えばブログとかもですね、もうコメント欄がないとか、そういうのは、もう一方的な情報発信にしかできてないわけですよね。なので、まあ、ここでは、一応双方向性があると。まあ、やり取りができるのをソーシャルメディアというふうにしたいと思います。それ、でしかもそのやり取りも、1対1とか、あるいは1対多っていうのはもう一方的にブロードキャストするようなタイプなんですよね。そういうものではなくて、多対多、多くの人が発信者になり、かつ受信者にもなれると。そういうものをソーシャルメディアとしたいと思います。例えば、まあ、YouTube とかも動画を見るだけだったら一方通行ですけど、それにはその、例えばコメント欄とかでいろんな人がコメントしたりできますよね。まあ、そういう意味で多々いたという形にもなるので、ソーシャルメディアとさせていただければと思います。はい。だいたいソーシャルメディアの定義はこのぐらいです。はい。で、この中で例えばですね、教育に関する、YouTuber とか、まあ、ソーシャルメディア の使っている方をちょっとご紹介させていただきたいんですけど、これはですね、ハイチさんという、まあ、多分不登校の子どもとかにとってはすごく有名な、人です。で、ですね、例えばですね、まあ、これは、ちょっとすみません、下にすると隠れちゃうんですね。はい。中学1年生の英語の本当に基本的な、文法を説明している動画なんですけど、視聴者数の数をちょっと見ていただきたいんですね。下に青い数字で、ありますけど、あれちょっと待ってください。何が起きた？はい。あ、こうか。はい。あ、はいはい。ですね、もう79万回とか、再生されているんですね。で、これは、例えば日本の中学生の数が、中学1年生の数がですね、100万人ぐらいしかいないんですよ。で、それを考えると、75万人っていうと、もうこの文法を必要としている 1学年の、子どもたちの4分の3ぐらいをカバーしちゃうぐらいの数になるわけですね。まあ、これはですね、2012年にも出た、動画ですから、まあ、必ずしも1年間にその今年の中1の4分の3が見たというわけではないんですけど、でも規模としてはこのぐらいの規模がそれほど珍しい数字ではなくなってきているという時代になっています。はい。次にですね、すみません。あとこれ同じ、さっきの動画の同じ動画の、コメント欄ですね。コメント欄のところに、例えば一番上のところにですね、グッっていう人が、学校の先生よりあなたになりたかったっていうふうにコメントしてるんですね。そしたらそのコメントに対して500人がいいねを押していて、分かるとか本当だよとか、それ言おうとしてたとかですね、それな、本当それとか、そういうもう本当に肯定的なコメントがもうすごくたくさんあるんですね。で、まあもちろんですね、全くインタラクティブじゃないわけですよ。これ動画ですから。ですから、この動画よりもいい授業をする先生は、たくさんいると思います。ただ、この授業、この動画よりもいい授業ができない先生も実はいらっしゃるということが、この動画のコメント欄からもよくわかるんじゃないかと思いますね。はい、そして、その生徒さんから見ると、それを選ぶことができないので、そういう人たちにとって、このソーシャルメディアというのは非常に大きな力になるというか、助けになる可能性があるわけです。はい、でこちらは日本語教育関係のところなんですけど、これはインスタグラムの、マリナさんという方ですね。で、すみません、僕はですね、インスタグラムあんまり使ってないので、彼女が一番かどうかちょっとわからないんですが、でもまあ、インスタグラムの日本語教育関係者の中ではかなり、フォロワーの数が多い方だと思います。今、青い矢印で出てきましたけど、3万5000人のフォロワーがいるんですね。で、実際にどういうコンテンツを出しているかというと、もうかなりシンプルなものです。それはちょっとね、すみません、僕、肖像権の問題が調べたんですけど、よく分かんなかったので、ちょっと顔にぼかしをかけてしまったんですけど、例えば、私というのを日本語でどういうふうに言いますかというような、ことを、このインスタグラムで出すと、例えばここにですね、
私、私、俺、僕みたいなことをコメントする人がいるわけです。まあ、あのこんな感じのシンプルなものですが、まあ、それでも3万5千人の人が、あのフォローしていて、かつですね、ちょっと一つ戻りますけど、ですね、あ、はいはい、このボンドリンゴっていう、ここに書いてありますが、これが、あのもしかしたら、ここで有料のレッスンをしているのかもしれません。はい、なので、まあ、そういう入り口としては、まあ、3万5千人の人がですね、あのフォローしているというのは非常に大きな力になるんじゃないかなと思いますね。はい、すみません、あのここであの有料の授業をしているかどうかは分かりません。あの今、そう思った、いるだけであの確実に裏を取ったわけではありません。すみません。はい。はい、では次に行きたいと思います。それではですね、あのソーシャルメディアの種類というものなんです。あれ、待って、すみません。なんかね、マウスが勝手に動いちゃうんですね。ごめんなさい。はい。うつうつうつ。はい。はい。ソーシャルメディアはですね、いろんなものがあります。で、中にはあの SNS と呼ばれているものがソーシャルメディアだというふうに、思っていらっしゃる方もいるんですが、実はですね、ソーシャルメディアは SNS よりずっと幅が広い概念なんですね。例えばあの BBS っていうと2チャンネルっていうのが有名ですし、 SNS だと、まあ、Facebook ですよね、一番大きいのは。動画共有サービスは YouTube だし、あの写真共有だとインスタグラムとかですね、あとクックパッドとかウィキペディアとか、まあ、僕のブログとかですね、ツイッターとかポッドキャストとか、あと皆さんが今回使ってくださっているあのスラックはこのチャット系の、アプリでもありますし、オンラインサービスでもあります。はい、あとまあソーシャルブックマークとか e コマースの商品レビューというのは、例えば Amazon のですね、商品レビューのところもこれ皆さんが勝手に書き込めるようになっているので、まあ、ソーシャルメディア的な、あの、まあ、それを目的にはしてませんが、ソーシャルメディアとしても使うこともあります。あと、Google マップの、レビューの欄とかですね、こういうのがあります。で、最近はですね、このソーシャル VR というのはちょっと有名になっていまして、どんどん増えているところで、ちょっとそれを最後にご紹介したいんですけど、これはですね、VR チャットというその、バーチャルリアリティの中の、まあ、一つの、場所ですね。今日も一日生き延びて偉いっていう、そういう、日本時間でいう午後10時とか11時に30分とか集まってみんながおしゃべりをするというだけのところなんですけど、でここに僕が行ってみた時の、写真です。この一番右端のですね、この V サインしている緑色の、和服を着ているのが僕のアバターなんですね。はい、あとですね、まあ、これはすみません、僕のツイッターでの投稿に対して、このタイに住んでらっしゃる、山口さんという方がこんなふうに投稿してくださったこともあります。その学生さんが VR チャットで日本語を練習し、勉強ではないはずと。で、留学して帰ってきたのかと思ったぐらい流暢に日本語を話していましたと。まあ、こういう例も VR として、VR の例としてご紹介させていただきました。はい、ではですね、ここからは、最初のグループディスカッションに入りたいと思います。はい。ですね、まずはソーシャルメディアの名前を知ろうというところです。で、3枚前、あ、ちなみにこのスライドはですね、スラックの方でも共有させていただきましたが、スラック確認できてない方は、このBitly の JFT アンダーバーソーシャルメディア01という、こういうリンクでこのスライドを開くことができます。で、このリンク、これがですね、今20枚目の、スライドなので、スライド17に、ソーシャルメディアの種類というのがありました。で、ここで、これを見ながらですね、具体的な固有名詞をできるだけたくさん挙げてください。で、一つじゃなくても、一つのサービス、一つの一般名詞について、二つ、三つという、こういう名詞を挙げてくださっても結構です。はい。じゃあですね、ちょっと待ってくださいね。今、まだアサインされてない人が、こんないっぱい。ちょっと待ってくださいね。もう一度、今からすみません、アサインをちょっとしますので、すみません、1分ぐらいかかると思いますが、少々お待ちくださいませ。高等教育。はい。
はい、その他。お名前の後に、学校の種類を書いてくださらない方が結構いらっしゃいますね。どうしようかな。すみません、木村です。はい、はい、木村さんどうぞ。どうやってやっていいか分かんなかったんですよ、名前。分かりました。三河木村さんね、木村さん大学ですよね。大学です。すみません。はいはい、はいはい、ちょっと待ってくださいね。はいはい、ご迷惑おかけします。いえいえ、大丈夫です、大丈夫です。はい。それ、じゃあ他に大学ですっていう方、今、声で、お名前を言っていただいたら大学のところに入れますが、いかがでしょうか。すみません。はい、大学です。池田まさみです。あ、池田さんですよね。あ、池田さんも入ってます。はいはい。すいません、なんか私、どこで見ればいいのか全然わかんないんですけど。あ、大丈夫です。はい。じゃあですね、じゃあ残りの方は、矢吹さん入られました。矢吹さんって、でも、お名前がどういうお名前で入ってらっしゃいますか、ね、のりこ矢吹そうになってますね。はいはい、ありました、ありました。はい。あとは、太郎さんは NP ですね。はい。はい、すみません、1分以上経っちゃいましたね、ごめんなさい。はい、はい、あと、池田まさみさんは高等教育と、はい。はい、じゃあ、わからない方は、あ、吉永さんは、ですね、実は、うん、名前が長すぎると後半が読めないということが今わかりました。すみません、吉永さん、後半なんて書いてらっしゃいますかね、ブラジルの吉永さん。あ、日本語学校か。はい、日本語学校ですね、吉永さん。はい。じゃあ今、志望者の方が、いらっしゃらないので、あれ。志望者の方が今1名しかいらっしゃらないので、じゃあ、志望者のすいません方は、すいません、その他に入っていただきます。すいません。ムーブツーその他。はい、じゃあ、あとは、ですね。あ、じゃあ、あと分からない方は、すみません。この、メインルームに残ったまま、話をしていただければと思います。すみません。じゃあ、今も、部屋を開きますので、ですね、ちょっと時間が押しちゃいましたかね。すみません。でも、じゃあ、7分ですみません。お願いいたします。はい。チャット、ブレイクアウトをオープンしましたら、ジョインまたは参加を押してください。はい、ただいまオープンいたしました。はい、はい、今まだ8人、この残りの8人の方は、どこかに行きたいという方いらっしゃいますか？その例えば高等機関とか中等教育とか日本語学校とか地域ボランティアとか。あ、はい、はい、田中さん、はいはい、どうぞ。できれば日本語学校というグループがあるんであれば。あ、わかりました。はい、はい、すみません、お手数かけます。はい、じゃあですね、ちょっと待ってくださいね。あれ、はい、あ、ちょっと待ってください。田中さん、田中 Y じゃないですよね。田中一郎ですよね。はい、そうです。日本語学校。はい、今アサインしました。はい、はい、すみません。はい、はい。他にはどっか、はい、伊藤さんどうぞ。伊藤明子さん。あ、すみません。声が、はい、声が聞こえてないです。あ、じゃあ今アンミュートします。はい、アンミュートしました。はい、どうぞ。はい、大学でお願いいたします。はい、伊藤さん大学、はい。
はい、はい、今アサインしました。ありがとうございます。他には移動されますか？あ、じゃあ高木さんはどちらに？じゃあ私も大学にお願いします。わかりました。はい、高等教育、はい、はい、ひふみさんは？すみません、日本語学校でお願いします。日本語学校、はい、はい、はい、あと高田さんは3回移動中、日本語学校、あ、わかりました。じゃあ高田さん日本語学校、はい、清水さんは NP ですね、はい。ロスガさんはどうでしょう？4分測って、あ、はい、どうぞどうぞ、はい、ロスガさんどうぞ、はい、はい、私 NP のだったんです。 NP、 あ、わかりました、はい、じゃあ NP のところに今、はい、はい、はい、あ、吉永さんいかがですか？吉永さん日本語学校でしたよね、確かね、違ったかな。吉永さん聞こえますか？はい、じゃあですね、僕は人数が少ないけれど NP がいらっしゃらないその他のところにちょっと上演してみたいと思います。感じですか？あ、はいはい、確かに確かに。でもなんかどういう綴りだったかちょっと忘れちゃう。ワッツアップってそのまま、ワッツアップ、タンブラーありますね。じゃあワッツアップ関連でタンブラー知らないです。WeChatも、うんうん、何？ワッツアップ、ワッツアップは、そう、ワッツアップ、ない、はい、あ、出ましたね。あと何が入ってるか、カカオトーク、レディット、あ、ピンタレスト、そっか、全然わかんないです。最近知った、レディット、何、全然わかんない。あ、いろんなところからあのエージェントさんとかに登録して、あ、なるほど、まあ、日本語学校さんにもお世話になってますけど、うん、まあ、今のところはそっちがボリュームは多いんですけど、うん、まあ、エージェント、これからだとエージェントさんかなと思ってますね。待遇とかあのやっぱやり取りの関係で、日本語学校さんだとどうしてもこうヒエラルキーにハマっちゃって、上下関係でしかあの対応してくれなくなっちゃうので、エージェントさんの場合はまああの何て言うんですかね、お客さん、クライアントとエージェントさんと、あの教師が全部こうフラットな関係で一つのプロジェクトとしてこう進めてくれるので、すごいやりやすいんですけど、学校さんにこう言っちゃうとやっぱり、うん、なんですか、命令する人とされる人、すいませんすいません、秘密の話をせよってことですよね。あ、ごめんなさい、あの 今やることは分かりますか？あの、あ、どうぞ、分かってます、やってます、あ、そうですか、秘密なのかっていうことから、ごめんなさい、秘密の部屋なので、あ、いや、そう、まあ大事ですよね、はい、それ大事、はい、はい、大丈夫です、分かってます、知ってます、分かってます、はい、はい、分かりました。じゃあちょっとまた後ほど、すいません、口出ししてしまいました。次は、どの部屋でしたっけ、ちょっと待って。はい、じゃあ一番人が多い、
高等教育のところに行ってみたいと思います。共有したりとか、うん、できるサイトみたいですね。ピクサー、ピクサーで、マスターで、いやー全然あの、ズームは皆さん使ってますよね。ズームはね、それはもう。スカイプも入るんですか？スカイプもズームも同じような感じですよね。そうですね。ズームは。はい、ヨコさん聞こえますか？あ、はい、ミカさんお帰りなさい。はい。あの、美香さん、高等教育のところは、あの、今、あれですね、あの、お一人だけ、はい、ちょっと画面に出たメッセージを読み間違えて、ああ、なるほど、なるほど、はい、でもね、もう5秒とか4秒で皆さん帰ってきますから、はい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 、ああ、皆さん、お帰りなさい、はい、はい、皆さん、お帰りなさいませ、はい。はい、それではですね、後半の続きに入る前に、どういうことが、お話があったのか、ちょっとお聞かせいただければと思います。ですね、ちょっと待ってくださいね。はい。んじゃあ、もう一回共有して、はい。はい、今、ソーシャルメディアの名前を知ろうということをやっていただきました。じゃあですね、初めて聞いたっていうようなものがありましたら、もう重なっちゃってもいいので、チャットボックスにだらーっとちょっと書いていただけますか。で、僕の方が、お名前は言いませんので、それとすいません、サービスの名前と、それがどういう種類のものなのかも、書いてみてください。で、書いた人の名前は読み上げませんが、僕がその書かれた内容については読み上げたいと思います。はい、LMS もソーシャルメディア、あ、難しい。これは難しいですね。まあ、でも、個人で参加できるかっていうと、まあ、学生は個人ですが、でも学校に所属している人だけが入れるっていうのはソーシャルメディアなのかな。すみません、僕のイメージではあんまりソーシャルメディアというイメージではありませんでしたが、でも意見交換とかできるので、ソーシャルメディア的な側面はかなりあると思います。はい。あ、すみません、お名前だけじゃなくて、その後にですね、今画面に出てますけど、チャットメッセンジャー系とか、そういうどういう種類のものかも書いていただいたらありがたいです。はい。江戸本、そうですね、LMS、はい。なるほど。Discord、はい。Discord はこれはチャット系のやつですね。はい。バンドって僕名前聞いたことないけど、やったことない。知らないです。グループミー、これも知らない。WhatsApp は、あれですね、スペルが確か APP でしたね。
メッセンジャー系のやつですね。リンクドインはビジネス系のやつです。あ、はい、ビジネス SNS って書いてある。ボイシーは何でしょうか。これ音声チャットですかね。あ、ピンタレストいいですね。はい。ピンタレストはあの写真共有という人もいるし、あのブックマーク、ソーシャルブックマークとして分類する人もいますね。あ、ワッツアップメッセンジャーも来てます。スナップチャット、フリッカー、そうですね、フリッカーも写真共有ですね。ワッツアップ、グループミー、あ、グループミー、これ2回目ですね。グループミーってどういうのか、あのもしどなたか書いていただけたらありがたいです。LINE、はい、SNS、はい、ワッツアップ、WeChat、はいはい、メッセンジャー、ミンから、車系 SNS、詳しいですね。はい、メッセンジャー、これは多分 Facebook のメッセンジャーですかね。グループミーっていうのはメッセンジャーなんですね。あ、そうですか。はい、僕ちょっとこれ使ったことがないので勉強になりました。はい、まだ出てくるかな。あ、もう出てくるかもしれませんが、じゃあとりあえず、あれ、またこれが動いちゃいます。すいません。はい、ブログ系はたくさんありますね。はい、あ、フォトゾーン懐かしいですね。写真の、あの、写真共有サイトですね。はい。はい。はい、じゃあ皆さんご共有ありがとうございました。それではあの次のディスカッションの2つ目に入らせていただきたいと思うんですけど、ちょっとその前にちょっと、皆さんをもう一回ミュートにさせていただきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、ミュートオール。はい。はい、ではグループディスカッションの2番目になりますが、ですね、これはちょっとあのもう少し、突っ込んだ話で、僕自身も皆さんのご意見を聞きたいと思っております。はい。ですね、あの、うん、はい。まあ、もうソーシャルメディアでいろいろなことができるんですよね。教材の代わりにもあるもの、あの使えるものもありますし、あとさっきの YouTube みたいに先生の代わりになってしまうのもあります。で、でそれを、あの、そういう時代に教育機関が、その、ソーシャルメディアと別に戦わないでですね、あの戦ったらすみません、多分負けちゃうと思うので、戦わないで共存するためにはどうすればいいかということを、あの教育機関ができること、あのソーシャルメディアでは足りないから教育機関ができ本当にやるべきことは何かということを考えてみたいと思うんですね。で、でそれを考えるためにここに書いてある3つの視点でちょっと違いを考えていただきたいと思います。でこれはですね、僕があの正解を用意しておいて、あのさあ僕の知ってる正解を当ててみなとかですね、そういうゲームではありません。僕も皆さんのご意見を伺いたいと思っています。1番目はそのソーシャルメディアだけで日本語を習得できる学習者とできない学習者がいますね。それはどこにその違いがあるのか、それと教師の役割もいろんなあのものがありますけど、その中でソーシャルメディアで代替できるものと、できないものがあるとしたらそれは何か、あと教師の資質ですよね。この先生は悪いけどソーシャルメディアが、みんなが使っていいことになったら淘汰されちゃうだろうなみたいな感じの人と、そうじゃない人がやっぱりいると思うんですよね。その違いは 何なのか、この3つを、皆さんの意見を、お聞かせいただければと思います。じゃあこれはですね、15分ちゃんと、取るとなくなっちゃうか、すみません、10分、すみません、10分で、やらせていただきたいと思いますので、では今また同じ部屋にですね、行っていただきたいと思いますので、ブレイクアウトをオープンしましたら、ジョインもしくは参加を押して各ブレイクルーム、ブレイクアウトルームに、移動してください。よろしくお願いします。あ、で、誰か一人初期の方を決めていただけるとありがたいです。あ、アサインされてない方いらっしゃいますね。ふみこ松原さん。はいはい。ちょっとスラックの使い方が分からなくて、はいはい、今入ったとこで。わかりました。はい。すみません。日本語学校ですね。いらっしゃるのって。短大の非常勤です。あ、大学、はいはい。じゃあ、高等教育。はいはい。じゃ今、アサインしました。はい。ようこさんはいかがですか？ようこさん、聞こえます？返事ない。あと、吉永さんは、届いてますか？吉永さん、招待状。
返事がない。もう行ったのかな？移動されたみたいですね。あ、違うな。あ、今ミュート外しますね。はい。はいはい。ゆきおさん。はいはい。はい、すみません。その他の方に変えていただけませんか？日本語学校ですけど、はい、ちょっと違うみたいなので。わかりました。はい。すみません。お願いします。はい、今やりました。出た。ありがとうございます。はい。ようこさん、聞こえてますか？はい。ようこさん、聞こえてないみたいなので、じゃあちょっと待ってね。8分測って。それでは、ちょっとフリーランスのところを見ていきたいと思います。あ、でもフリーランスはこの話題には向かないですね。じゃあ大学、もしくは、じゃあ日本語学校にジョインします。はい。あるかどうかってすごく大きいんですけど、私が教えてる学生は、やはり日本の音楽が好きとか、アニメが好きとか、その日本に来る前から大量に日本語で聞いてきているんですが、私の高校生の息子は、英語はやりたい。でも、学ぶ方法っていうのは、例えば動画を見たり、アメリカの映画を見たりとか、音楽を聴いたりとか、全くその何か、YouTuber の英語でのゲーム配信を見たりとか、そういうことはやっぱりしないので、なんかその学びたいと思ってる語学で、ソーシャルメディアの中で興味を持てるものがやっぱりないのかなって。なので、はい、興味があるものの対象が、どうしても限られてしまうと学習できないなと思って、目標言語で見ることのできるコンテンツ、そうですね、っていうことですかね。すいません、先生、うまくまとめていただいて、ちょっと次に行きましょうか。ソーシャルメディアじゃなくてに置き換えられるでしたっけ？2つの教師の話でした、ね、2番目は教師の役割ですね。役割の中で代替できるのとできないのをお願いします。はい、はい、次はい、次はその他のグループに入ってみます。そうですよね。そうですね。ただなんか地方とかにいる場合だとやっぱり、なんていうんですかね、実際にアクセスが悪いと、SNS があると、なんか、出向かなくてもいいっていうのがメリットかなって思います。あ、確かに、なんだろう。語学の勉強じゃなくて、僕の場合はずっと海外にいたんで、日本語教育系の勉強は、ほぼ、SNS なり、遠隔的なので習ってるんですね。まあ、村上先生が、まあ、主ですけれども。ありがとうございます。はい、だから、まあ、外国語っていうとなると、また僕は成功した、それで成功した例がないですけれども、他の勉強に限っていけば、全然それで、まあ、それなりのレベルになんかなるかなっていう気もしますけどね。でも、そうであるならば、外国語も成功するのではないでしょうかっていうのは、その外国の人と話をしやすいってことですよね、オンライン上ならば。なるほど、そうですね。だから、アメリカに行かなくても、英語、英語の母語話者とも話がしやすいかもしれない。確かに、そうですね。まあ、ただ、本当にもう、自分のやる気次第です。しっかりやる気を継続できる人は、全然オンライン上でも、日本語の授業とかって、限らずですけど、何でもできるから。じゃあ逆に言うと、やる気を維持させるのも教師の役割として大事っていうことになりますよね。そうですね、確かに。
大事ですよね、やっぱり。やっぱりそうですね。私の知っている方で、インスタグラムを通して日本の自分の好きなバンドに直接メールを送ってやり取りして、それで日本語を学んだっていう人もいます。なので、その好きなバンドっていうのが彼女の強烈なやる気のもとになっているので、なので具体的な目標がある人ほどソーシャルメディアで勉強ができるのかなと思います。確かに。でもそれで、うん、でもおっしゃる通り、具体的な目的で思い出したんですけど、ごめんなさい、近隣にいた学生さんの方で、オンラインは全然関係なかったんですけど、なんか何にも日本語興味なかったけど、撮んなきゃいけなくて撮ってた学生さんが、ある時から急にこう綺麗になって、なんかキラキラした目でこう授業を聞くようになったって、その大学の先生がおっしゃっていて、すごい昔、もう20年ぐらい前の話なんですけど、なんかキムタクが好きになっちゃったんですって。なので確かに具体的な目的っていうのは、すごく、すごい大事っていうのを思い出しました。すいません、ちょっと私呼ばれたので出ますね。失礼します。あ、めぐみさん聞こえますか？めぐみさんのミュートを外したいんだけど、あれ。ですね、ちょっと待ってくださいね。はい、めぐみさん聞こえますか？はい、聞こえます。あ、はいはい、今いらしたところでしたっけ、それともどっかブレイクアウトから？今です、すみません。あ、はいはい、めぐみさんって職場のタイプで言うと、大学とか中学校とか日本語学校とかで言うとどちらになりますか？高校です。高校ね。あ、高校ね。でも今なんかね、はい、今日一人もいないので、はい、じゃあその他のところに中等教育はなんか一人もいないんです、すみません。あ、そうですか。はい、なのでちょっとその他のところにアサインしていいですか？はい、すみません。でももうあと1分ぐらいでちょっと終わりなんですけどね。はい、はい、じゃあその他、ありがとうございます。はい、どうぞお願いします。はい、はい、あと30秒で皆さん戻ってきます。はい、皆さんお帰りなさいませ。はい。
はい、もう、ほぼ全員が、ま、戻ってらっしゃいましたね。はい、それではですね、またちょっと画面を共有させていただきます。はい、今、お帰りなさいませという画面が出ているんじゃないかと思います。じゃあ、まず、最初はですね、チャットボックスに、そのソーシャルメディアで日本語を習得できる学習者とそうでない学習者がいるんですけど、その違いは何だろうかというのを、チャットボックスにペーストしていただければと思います。あ、もうしてくださっている方がいらっしゃいます。はい。習得できる人、自分か、はいはい。自分から探すことができる人。それから探したけど入れない人もいると。あ、気持ち的に入れない人ですね。はい。あと、自己管理できる人が、とできない人がいると。あと、飽きっぽくない人。なるほど。はい。あと、興味を持てるものがコンテンツとしてあるか、目標言語で見ることのできるコンテンツとしてあるか、というのが、学習者の違い。で、こちらは、日本語学校の方ですね。次は大学のところで、高等教育では自分で気づくことができる、勘がいい学習者、好きなことに熱中できる、柔軟性、自立学習ができる、ソーシャルメディアに慣れている学生、趣味から発展して学習する学生と、好奇心が旺盛。はい。次は、その他のグループの最初の問いですけど、SNS の使い方にどんどん慣れていき、教えてくれる人にコンタクトを取り、世界を広げていける人。はい。学習意欲のある人、活用ができる人、自分が好きなことが分かる人、自分に合うものが分かる人。はい、という意見をいただきました。どうもありがとうございます。はい。じゃあ、それに続けてですね、もうちょっと書いてくださっているのを僕がそのまま、読み上げたいと思います。最初は日本語学校のところですね。教師の役割としてですね、大体可能なのは、一方的な情報伝達も、これは本当にそうですよね。はい。YouTube でいくらでもあります。Wikipedia でもありますね。はい。それができない役割としては、アウトプットへのフィードバック。はい。クラスとの関係、閉じていない関係。はい。身体全体を使ってのジェスチャー。はい。次は高等教育のところですが、2番目のところなので、はい。教師の役割ですね。文字指導はもう、できると。発音の例もね、はい。発音もたくさん、資料がありますよね、音声データがね。はい。で、大体できないものとしては、モラルサポート。はい。それが、大体できないと。はい。その他のところで2番目としては、教室の空気感、周りの人の顔、隣のグループとの会話。はい。なるほど。はい。ジェスチャー、非言語のやりとり。なるほど。で、1対1とのやりとりはもう大体できると。で3番目の、質問はですね、教師の資質なんですけど、やっぱり SNS をどんどん使っていける人、臨機応変に対応できる人、新しいものに関心を持てる教師が、淘汰されないと、はい今のはその他のところですね、はい。高等教育のところはその他のところは時間切れになったということです。はい日本語学校のところは、淘汰される教師、新しいことに対する挑戦、分からないことに対して不安、焦り、気恥ずかしさ、質問することへのためらい、言い訳、年だから無理とかを乗り越えられる人、はい私が教えてあげるんだという意識、スマホはダメなどの教育観を押し付ける、はい今この時代に。淘汰される教師なのに乗り越えられる人にしちゃいました。ごめんなさい。あそうですか乗り越えられない人です。まあ、失礼しました。ね、いい、はいはい。今この時代にスマホ持ってない人そうですね、はい、もうまさにそんな感じだと思います。はい、皆さんありがとうございました。僕も皆さんのおっしゃってくださっていることに非常に共感いたします。はい自主的にそのあとモチベーションをあとそうですね、どっか別のところでその教師の役割として学習者のモチベーションをその維持できるということも大事だという話も出てきましたね、確かね。はいすみません、まだまだお話をこのまま聞きたいんですが、ちょっとですね、もう1時間しかないので、すみません、次に行かせていただきます。もう最後にすみません、3分間だけ、すみません、質疑応答なんですけど、何か、この場で、僕に対して聞きたいということがありましたら、ぜひ、
お答えさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。ですね、今ちょっと手が、ちょっと待ってくださいね。あ、じゃあこれ消しますね。はい。あ、でもこれ後で見せなきゃいけないけど、まあ、でも一旦消します。はい。で、声を出してくれたらありがたいですが、はい。はい、あ、どなたかな。はい、どうぞ。はい。佐久間です。あ、佐久間さん、はい、どうぞ。はい、はい。あ、いいですか。村上先生に質問です。はい、はい。今一番村上先生が興味のある、SNS とか、ソーシャルメディア、何ですか？ああ、今やっぱり VR ですよ。すいません。はい。VR、VR です。はい。これも本当に新しい経験で、はい、今、Amazon でですね、語学教師のための VR 入門という本を、この間出させていただきましたので、はい、ぜひお読みいただければと。ありがとうございます。はい。他に、ご質問のある方いらっしゃいましたら。手を挙げてても見えないことがあるので、もう声を上げていただければ、そのまま。よろしいでしょうか。田中さん、どうぞ。はい。村上さんの、ネットでの、海外で一人でな、まあ、SNS でね、学んでる人の、動画よく拝見するんですけど、ありがとうございます。みんなすごいなと思うんですけど、はい、その村上さんがこうご覧になってて、あ、この人はこういう人が適性あるなとかないなとか、そういうふうにお感じになることありますか？あ、そうですね、ちょっと2つあって、1つはもうすごくちょっとね、矛盾してるように聞こえるかもしれないんですけど、1つはすごく自分の好きなことをもう突き進んでいける人ですね。あともう一つは、その勉強の仕方に関してはですね、もう試行錯誤で、うまくいかないと思ったらすぐ別のやり方に、一つのやり方にこだわらないで別のやり方をチャレンジして、で結果的に自分に合った勉強の仕方を見つけることができるっていう、その二つは結構成功した人にはいろいろ共通して見られるような気がします。はい、年は関係ないですか？ありがとうございます。若くないといけないとか。アニメを見て身につけたっていう人は、年齢がやっぱり若い人しか成功例を僕は知らないんです。すいません。はい。でも他に言語オタク的にですね、勉強する人に関してはそうじゃなくて、いろんな年代の方がいらっしゃると思います。はい、はい。他にいらっしゃいますでしょうか？すいません、若葉さん、どうぞ。はい。あ、すいません、さっきフリーランスのところで出たんですけど、はい、そういう一人でガンガン自分で勉強していけない人もいるじゃないですか。うん、はいはい。で、自分でどうしたらいいのかわからないと思いながら、うん、こう非効率なやり方でやっている人に出会うにはどうしたらいいと思いますか？うん、そうなんですよね。それがね、なかなか難しいんですけど、うん、でもね、例えばFacebook のですね、ザ日本語ラーニングコミュニティとか、そういうところでは、うん、そういう人の相談がもうすごくたくさんあります。うん、なので逆に言うとですね、そういうアドバイスの練習としてあそこはすごく役に立つと思いますので、僕はお勧めしたいと思いますね。はい、はい、ありがとうございました。はい、はいはい、じゃあすいません、ちょっともう時間がちょうど僕の時間の7時になってしまいましたので、最後に一つだけアンケートのお願いとかですね、それをちょっと、お願いしたいと思います。ですね、まず次回は10月18日です。これはカナダの時間、カナダの東部時間の10月18日ですね。今日と時間は同じです。曜日も同じです。はい、で、これですね、実はもう人数が多くなってきて、1回ごとに、すみません、募集をしないと、もう100人を超えてしまうので、すみません、2回目の方は、またもう2回目にご参加くださる方は、もう一度ご登録いただければと思います。同じフォームです。すみません、イースタンタイムで18時になってますが、はい、20時ということでよろしいでしょうか？あ、すみません、そうです。イースタンタイムの20時。はい。はい、エドモントンで18時でした。すみません、もういつもね、時差の計算、本当に間違ってます。すみません、はい、2時間後ですから。はい、日本時間だと土曜の朝9時ですね。今日と同じです。はい。あと、このですね、これ後でスラックの方でも貼りますけど、事後アンケートございますので、ぜひご記入をお願いしたいと思います。5段階評価で10秒で済むと思います。あと、よろしければですね、ハッシュタグ、もうすでに投稿してくださっている方いらっしゃいますが、JFT 日本語教育とソーシャルメディアというハッシュタグで今日のご感想も書いていただけますと大変ありがたく思います。あと、10月9日にはですね、オンラインエドキャンプもありますので、これもこのリンクを開いていただくと、
あの登録 の, あのページが出てきますので、ぜひご参加いただければと思います。はい、すいません。それではあの本日はあのどうもありがとうございました。最後にですね、もうアンケート答えていただければいいですね。それからあの今日のご感想も、スラックの中でもあの書いていただいても、あの、あと質問もですね、質問もあのスラックで書いていただければ、僕の方でできる範囲であのお答えさせていただきたいと思います。はい、本日は本当にどうもありがとうございました。とりあえず最後に皆さんをアンミュートさせていただきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。はい、はい、はい、それではこれで録音を終了させていただきます。はい。